こんにちは。総合整体サロンブリスの竹谷と申します。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は、頚椎ヘルニアの治し方についてお話しさせてもらいます。これですね。首の骨、これずっとありまして、この横から出てる神経、これが末梢神経になりますね。首の1番目、2番目、3番目、4番目、5番目、6番目、7番目。一番よく起こるのが、この6番目と7番目の下、あるいは5番目、6番目の下の間。これですね。ここの神経。よくヘルニアっていうのはここですね。椎間板。この透明なところ。この透明なところが飛び出して、ここの神経根。ここですね。神経根ってちょっと太くなっているところなんですけども、そこを圧迫することによって、ここに繋がっている神経、首から肩ずーっと指先までこれが続いていっているわけなんですね。ですから、ここを圧迫することによって、痛みとか痺れが生じるという形になります。ですので、こちらでは、よくね、言われるのが、ヘルニアをへっこませる施術をするというところがあるようですけれども、当院は、こちらをですね、この関節、ちょっとアップしますね。例えば、ここですね。ここの関節ですね。ここの関節を開くように矯正します。今開きましたよね。こういう感じで。で、開けることによって、外に飛び出したヘルニアを中間に陰圧を使って引っ込めるというようなイメージで行っております。で、そうすることによってヘルニアが小さくなって、ここの神経根を圧迫から逃れて痛み痺れがなくなっていくというように、ね、考えて実際にやってます。で、皆さんね、症状が改善したと非常に喜ばれております。というふうに、こういったものが当院でのですね、ヘルニアに対する施術の方法となります。それでは失礼します。